のトゥース、全身全霊をもって使命を果たせ。シンドラ兵の捕虜はこの町にいるはずだ。急いで探すとしよう。お主、それはシンドラの捕虜だ。どこへ連れて行くつもりだ。ナルサス様。くそ、俺が来る前に捕虜を移送するか。使命を、あの腹黒い戦機長たちが考えそうなことだ。トゥラーン、シンドラ、チュルク、三カ国同盟は50万もの兵を有しております。それに比べれば我らは数で圧倒的に劣ります。シンドラ兵を逃がしてはさらに不利になるのでは。いや、不利だからこそ必要なのだ。三カ国同盟を崩すために一片の流言は10万の兵に勝る。すぐにお主もその言葉の意味を知るだろう。使命を果たす。なぜ俺たちを逃がす。実は我々パルスとシンドラとの間でのみ講和することが決まっているのだ。だがチュルクとトゥラーンがそのことを嗅ぎつけ警戒し、連中に攻撃されながら気をつけて国へ帰るのだぞ。ああ、分かった。チュルク、感謝するぞ。ナルサス殿、なぜシンドラ兵にあのような嘘を。シンドラだけではない、チュルクとトゥラーンにも流言をばらまいた。チュルク軍に対してはシンドラは裏切ってパルスに通じている。トゥラーン軍に対してはチュルク軍はパルス軍と結託していると急ごしらえの命に信頼関係などあるはずもない。芽吹いた疑念は内部から名誉を食い破るだろう。あ、助けてくれるのか。解放してくれるとは感謝する。助けてくれて感謝するぞ。さあ、使命を果たす。シンドラへ帰るがいい。チュルクとトゥラーンの兵には見つかるもの。助けてくれるのか。シンドラはパルスの大事な命令、その兵を解放するのはパルス人としての務めだ。それにしても家の奴隷を全て解放するとは随分と思い切りましたな。奴隷たちが残っていればこちらの兵数も少しは増えたのでしょうが、三国の相手にこれだけいれば十分に務まる。抗うことは許さぬ。日々の生活の方が問題だ。とどめよ。洗濯、掃除、料理、これからは家事も自分でやらねばならない。助けてくれて感謝するぞ。パルスとシンドラは以前と結ぶ。お前はもう自由だ。解放してくれるとは感謝する。
助けてくれて感謝するぞ。助けてくれるのか。その力があればどのような策も実現できる。これからもよろしく頼むぞ。助けてくれるのか。間近で見せてもらおうか。とどめよう。使命を果たす。その力があればどのような策も実現できよう。これからもよろしく頼むぞ。助けてくれるのか。国によって人が虐げられる奴隷制度、誤った社会制度を正されねばならぬ。だが陛下は人々の考えを変えねばろう。それがパルスの熱量につながらねばならぬ。こうしたことが妨害を甘く見すぎていたか。抗うことは許さぬ。とどめよう。その力があればどのような策も実現できよう。これからもよろしく頼むぞ。解放してくれるとは感謝する。シンドラの兵はパルスの仲間のようだ。
くれて感謝するぞ。頭の固い奴らは抗うことは許さない。俺がただ捕虜を逃がしているとでも思っている。とどめよう。抗うことは許さない。その力があればどのような策も実現できる。これからもよろしく頼むぞ。こうしてくれるとは感謝する。さてこれで仕込みを完了し、あとは三角国同盟が崩壊するのを待つばかりだ。そう阻止されるとは。かくなる上は直接やつを止めてやる。実現できよう。これからもよろしく頼む。抗うことは許さぬ。とどめよう。解放した捕虜は無駄にはなっておらぬ。お主も出陣の準備をせよ。手柄を立て損ねるぞ。